マーブルヘッド。マーブルヘッドは、アメリカ海軍の軽巡洋艦。オマハ級軽巡洋艦の一隻。艦名は、マサチューセッツ州にちなむ。その名を持つ艦としては三隻目。マーブルヘッドは1920年8月4日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ社で寄港。1923年10月9日に、ジョセフ・エバンズ夫人によって命名。 浸水し、1924年9月8日に、艦長超音 C スタックフォード大佐の指揮下収益した。収益後マーブルヘッドは、公のためボストンを出港し、イギリス海峡及び地中海に向かう。1925年にはオーストラリアを訪問、途中サモア諸島、ソシエテ諸島に立ち寄り、キロではガラパゴス諸島に立ち寄った。その年後、 再び拡張巡航を行う。1927年初めにマーブルヘッドは、ニカラグアの及びブラグマンズ・バフ沖を巡航し、同国の政治的統一を支援するための活動を行った。マーブルヘッドは続いて、新珠湾へ向かい、ここでリッチモンド及びトレントンと交流し、上海に向かった。上海では、国境内戦に際して、 アメリカ合衆国をはじめとする諸外国の疎開における、権益保護目的のため1927年を通じて G 行動を行った。上海での滞在に加えて、マーブルヘッドは、観光から様子港を遡上し2ヶ月を過ごし、その後いくつかの日本の港を訪問し、1928年3月に極東を去る。途中にカラグアの2期公し選挙監督の支援を行い、 ボストンには8月に帰還した。マーブルヘッドは次の10年間のうち、1928年8月から1933年1月まで、大西洋艦隊で、1933年2月から1938年1月まで、太平洋艦隊で過ごした。1938年1月、マーブルヘッドは2配備され、7ヶ月後に到着。マーブルヘッドは、カビテを拠点として、 フィリピン方面及び極東地域の緊張が高まるのに高応して日本海や日本南部、東、シナ海で行動した。1941年11月24日、マーブルヘッドの戦争日誌には以下のように記されていた。司令官はアメリカと日本の関係が非常に際どくなり戦争になるだろうと感じていた。その翌日、マーブルヘッドは第5任務部隊と共に マニラ湾を表面上は平時の通常航海として出航し、タラカン島に向かった。11月29日にタラカン島に到着したマーブルヘッドはそのまま待機した。12月7日、マーブルヘッドは日本が攻撃を仕掛けたとのメッセージを受信し、敵対行動に出るよう指示が出された。マーブルヘッドは他のアメリカ海軍艦艇ともにオランダ海軍艦艇、 オーストラリア海軍艦艇と合流し、フィリピンから南へ降りながら、オランダ領東インド水域を紹介した。1942年1月23日、バリクパパン沖に集結した日本の攻略部隊と輸送船団を攻撃すべく、マーブルヘッドはボイシ及び駆逐艦隊と共にバリクパパンに急行した。これらの部隊は、百四十二年一月の時点で連合軍艦隊が、 構成的作戦に使用できる精一杯の勢力だった。しかし、運悪く、ボイシが座礁事故を起こして交代し、マーブルヘッドもまたタービンの不調が戦闘に支障が出るほどひどくなったので、バリクパパン攻撃に参加できなくなってしまった。残った駆逐艦隊は、バリクパパン沖で大戦火を上げ、バリクパパン沖海戦、これは、この時期の連合軍艦隊の海上作戦の中で、 唯一成功したものとなった。6日後、マーブルヘッドは、他の艦艇と共に剣だりを機に集結する日本の輸送船団を攻撃すべくスラバヤを出撃した。しかし、背後にも別の日本の輸送船団がいるとわかり、艦隊は2月2日にブンダロードで開発した後、反転し、2月4日にはバリ島の北方、マカッサル海峡の南口に入りつつあった。しかしその時、 艦隊は日本の作敵機に発見され、やがて9時49分に東方からカノヤ航空隊の一式陸上攻撃機27機、高尾航空隊の一式陸攻9機が飛来してきた。ジャワ沖海戦の始まりである。この海戦でマーブルヘッドは3度の攻撃を受けた。3機の攻撃機がマーブルヘッドに接近したが、対空砲火で追い払った。 その次の攻撃で7機の一式立候がマーブルヘッドの後方から攻撃し、14発の250キロ爆弾を投下した。そのうちの2発はマーブルヘッドの全部と艦尾に命中。4発が資金弾となり、艦首を損傷した。全部に命中した一弾は艦内で爆発し、火災を発生させた。艦尾に命中した一弾は操打室を破壊し、 火事が、鳥火事のまま動かなくなった。マーブルヘッドは直撃弾と資金弾で浸水して、右舷側に約10度傾斜した。火災は11時までに沈下した。この回線でのマーブルヘッドの損害は戦死者15名、負傷者84名であった。マーブルヘッドの工作兵は9度で固定した火事を、応急修理して、かろうじて右方向に進めるようにした。12時55分。 マーブルヘッドはに向けて退避を始めた。マーブルヘッドはスクリューの回転速度を変化させることで進路を保ちチラチャップにたどり着いた。チラチャップでは浸水を防ぐ応急修理しかできなかった。マーブルヘッドは戦線から交代して1万4000キロに及ぶ船旅をすることとなり13日には正論島に向けて出港した。2月21日 マーブルヘッドはトリンコマリーに到着してさらなる仮修理を行った3月2日マーブルヘッドは南アフリカに向けて出港ダーバンとポートエリザベスに寄港した後3月24日にサイモンズタウンに到着マーブルヘッドはここで大規模な修理を受けた4月15日マーブルヘッドはニューヨークに向けて出港し途中レシフェに寄港した後5月4日に ニューヨークに到着。直ちにブルックリン海軍交渉に入居した。ところでマーブルヘッドが成功している間、マーブルヘッドが日本艦隊に撃沈された。このマーブルヘッドの正体は駆逐艦ピルスバリーであった。ジャワ島陥落が差し迫った3月1日、中将はチラチャップに残っていた艦船に脱出命令を出した。ピルスバリーは砲艦アッシュビルなどともに、 オーストラリアに向けて脱出を図った。3月2日午後、日本の作敵機がバリ島南方で南下中の敵形巡を発見。これを受け、従順洋艦アタゴトタカオが敵形巡に向かっていった。やがて夜になり、アタゴトタカオは敵形巡を発見。一方の敵形巡、つまりピルスバリーもアタゴトタカオを味方だと思って接近し信号を。 発した。アタゴとタカオは、手砲発射で信号に応え、一方的な砲撃で、敵形陣を叩きのめし、6分で撃沈した。生存者はおらず、アメリカ側が、ピルスバリーの最後を知ったのは、戦後になってからのことであった。一方、タカオ管内では、マーブルヘッドの撃沈を、艦内市で報じ、近藤信武中将もピルスバリーを、マーブルヘッドであると信じていた。 マーブルヘッドもピルスバリーが属するクレムソン、旧区間艦も4本円突の艦である。1942年10月15日、改修が完了したマーブルヘッドは任務に復帰した。南大西洋方面軍に合流したマーブルヘッドは、1944年2月までレシフェ、およびバイヤから南大西洋で作戦活動に従事した。 2月20日にニューヨークに帰還し、その後5ヶ月にわたって北、大西洋での戦乱警護任務に従事する。続いて地中海に移動、7月29日にパレルモに到着し、任務部隊に合流、ドラグーン作戦、フランス南部進行作戦に参加する。8月15日から17日まで3日間、マーブルヘッドはサンイコール、ラファエルのドイツ軍砲台を砲撃し、 連合軍地上部隊が上陸した。18日に、コルシカ島へ交代し、マーブルヘッドの任務は完了した。帰国した、マーブルヘッドは、海軍兵学校の士官候補生の下記、訓練巡行を行い、続いて、フィラデルフィア海軍造船所に入居した。ここで1945年11月1日に退役し、11月28日に除籍された。 マーブルヘッドの戦隊は1946年2月27日にスクラップとして廃棄された。マーブルヘッドは第二次世界大戦の戦考で2個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。